ニコナナチャンネルをご覧の皆さん、お久しぶりです。パチスロ必勝本ピラミーです。チャキーンってことで、ギャラクティカでございますね。結構久しぶりの参戦でございます。成績としてはかなり結構優秀な方かなと自負しておりますが、本日ですね、抽選8番引きまして、鏡の門台を現在確保したところでございます。でギャラクティカどんな番組だなっていうのは、まあもうこの辺にバンと出ると思うんですが、FG を目指していく番組となっております。フィールグッドですね。とりあえず神 FG をね一番に目指して本日も頑張っていきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではギャラクティカ、はい、では鏡の門台やってまいりますよ。鏡がね5台設置されてて、この台が昨日、まあ、一番良かったというか、まあ、ワンチャンぐらいの台ですね。まあダメそうなら移動も視野にして、まああんまり自分の好きな台だけにこだわらずやっていこうかなと思います。一応まあ鏡はね5台とも埋まってるんですけど、あとはみんなどこに行ったんだろうな。新台枠でいうと多分もうナイスボンとかかな。昨日1台良さそうでした。ちょっと初見のホールなんであんまり詳しくなくて、あの朝迷子になったんですが鏡は全然余裕で取れて、私ギャラクティカ最後に出たのいつですかね。これ7ヶ月前違う、これじゃないな、どれだろう。ギャラクティカピラミーって今 YouTube で調べてたら、まあ、自分出てくるんですけど、出てきてわーってきたら、ピラミッドは実際にはどうやって建設されたのかって、これめっちゃ気になるわ。ちょっと後で見るに入れとくわあのちょこちょこねオファーはあのいただいてたんですけど、スケジュールがなかなか合わなくて、今回すごい久しぶりに、あーそこ空いてますわー言うて入れてもらったんで、ちょっと嬉しい。オッケー。なんだっけ、あの社員、じゃ射程じゃないんだよね、これなんだっけ、この人。社員がリプレイ外れだったんで。オッケー、オッケー。おい、ナイス。これめちゃくちゃ面白いから。ゆっくりやれば、ちゃんと見てほしいです、これ。これ、めっちゃ面白いんよ。最後まで行くかな、これ直撃出たりしないかな。それか、青7出てくると思います。レッドブルかよ。最後なんだけど、次がね一番好きなのよ。先日歴史の方からオファーがあったっていうの、めっちゃ面白いやんそれと思って見れなかったか。あ、今の演出のせいで今 KJT が何ゲーム目だったか忘れちゃったよ、片付くと思うに。とりあえずここで大丈夫ですと。250ゲームいきます。青だ多分。いや、どうだ、あの演出から普通に赤出てきたことないんだけど、赤や赤出るんだねこの演出最後まで行ってないからか。今まで出た時全部最後まで行ったから、うわこの演出めっちゃ強いやと思ったんですけど、赤でした。枚数はまあまあ取れてて133枚通常画面でした。1ゲーム聞いてないよねこれね。あ、もうここだよね、遅いっていい、めちゃくちゃやから許そう。ダメだ。おわ、ダメじゃない。次回予告。
すいません、店長弱かったからでちょっと舐めててすいません。このサキ、今作サキリンのお顔の作画は今作が一番好き。はい、263よしよしよし、たまらないのはお利口です。赤追加5000円の今15本です。今度こそうーへい、強チェリーで、お強チェチェジゲームの演出にちょっと期待いきます。報われたい、え、ナモキンダメでしたなんでだよ、ヒートルやないかドラも消さない、フロアにも行かない、さすがに OK いきました。ギリギリ迷った102ゲーム、なんかギリ追加投手なしで済みました。1個じゃダメだよ、わあ、ゾンビやってるわ、隣の隣やりてー、ゾンビやっぱケイシローダンスの大技おもろいよね、あれね。でもその中でやっぱゾンビが一番おもろいよな、やりたいな。よいしょ、 OK、 今回は大丈夫でした。 AT 確定、よかったよかったよかった、おい行きたいと 50% OK 60、嬉しい、最終かな、レディー、行かない、さあ行ってきます。今日初のアメリカのリブ、飲む飲む、まだ1万5000円から相当しはね、すぐにまくれるんだから、だから駆け抜けないで、開幕クルージングいてライブ的にでもいい、うーガールズだよガールズ、期待します。こんな早いとこ出てるけど5ゲーム出てたの、いるようなしさ、待ってくれ、 BGM がジャジャスゴージャスだった、気づかなかった、私が一番鏡さんの中で一番大好きな曲です。リスク取れますわ、いや嬉しい、気づかなかった、やった、やった、喜んでて、あー判定しちゃう、先でモンローに判定しちゃう、バーン、とりあえず駆け抜け回避は素晴らしい、よいしょ、赤でスプーン、あとは上乗せも頑張ってこれで特化ゾーンを取る、あーミーモダンスになっちゃった、ミーモダンシングになっちゃった、これも好きだけどさっきのに戻してほしい、曲選ばせて、早いゲーム数引けてもレークは引けない、上乗せなし、早い出てくるの、いきまーす、
白ダンス以上ですよ。あ、でもチャンスアップパターンやね。エンブレムに揃えてからレバーをします。ていうか、あ、そうか、数ディスタンス、ディスタンス、いきます。あ、オッケー、バイブしました。イエースイエース。せっかくなら4人出てくれ。まあ、ディスタンスか。素晴らしい。ゾンビやりたい。いやー、赤ディスク。最高。ただね、私これ平均以上まだ取ったことないのよ。え、嫌な予感がしますね。これはもうヤバいゾーン入っとんのよ。あ、まだもう、2個取れた。これやらないとダメだって。本当にゾンビじゃない。おー、50超えたからの来ました。ゾンビ、この振り分けが大事だから。100、結構ある、まあ、継続率だから。100までいくとゾゾゾゾゾンビが効けるね。ちょっと待って、1、2、3、4回、こう4回取る。ベリーちゃん100、いけます。しゃあ、出たー、うれしい。もう一回。あー、取れんかった。次取れてた、240やったのに。ただ私はここから頑張らないといけない。次デンジャーなんすわ。ナビがないナビがないよ。まだらリプレイ。お前下手くそなのか上手いんか分からん。下手くそやな。246設定したみたいな画面になりました。246、まあ頑張りました。不完全燃焼ですけど、ちょっとあの大技2つのおかげでなんとかなったけど、それ以外が何にもできなかったね。いやー、よかった。とりあえずまくれますわ。あれ、ちょっと強いやつ。決定でー。あー、演出強いね。ワンちゃんもう1個もらえるんじゃね、これ。まあ、パパラッチ以上。まあ、パパラッチ。おー、来ました、大当たりです好き。ナイス戦場カメラマン。天国天国っすね。あおインクレディブルの意味わかんない。インクレディブルってなんすかミスターインクレディブルしかわかんない。おい、リエク、ああ、びっくりした。チャンス目。20、青からの色変われ、変わんない。ヒュー、取りました、カモンループ。あ、違うわ、もう一丁引いてるんだ。通常時引けなかった分を今ここで黄色。あ、赤で150%やから黄色はそこまで。いやいい気持ちいい。 FG 予約してすれば撮ってますね。夜は君のもの見たい。あー、待って、ノリーだー、もらいました。4回目。あはは、いいもん履いてんじゃねえか。気持ちいい、揃っちゃえ。30、結構これいいループ引っ張ってきてるな。5回目だもんね、黄色やけど。
終わったか。あ、終わった。え、5回乗りました。あ、347。あ、今日勝てるやっぱギャラクティカ勝てるわ。毎日オファーしてほしい今年のエリートサラリーマン鏡の収支がマイナス19万6600円なので、今日1日で幕売れますね。うん、何枚出せば幕売れるのでそれ目標で展開良くなったからすぐでかい口叩いちゃう。良くない良くない。うわー、リールロック、もう一段階。いやー、一段階。あ、ジャック3丁はありがたいね。よかった。2連続3攻め20。今ここがねフラッシュしたんですよね。上の手もそこそこ引けてる。チャンス20。また AT 中引けてめっちゃおもろいのあれね、エクストラ誰誰ラッシュ、あれめちゃくちゃ面白い、引きたい。お、チャンス目20。赤出ないな今日。うわー、ジャックのチェイ。一発目がマディスタンス引いて246の下から同じくらいかそれ以上頑張りたい。トドロケドリームでもね、デンジャーかわせば伸びるからね。デンジャーかわせてちゃんとレア役も引いてパネルを上げてっていう風にやればいいんだから。さあ終わりです。さあ青ディスクいきます。まあ振り分けは普通ですね、普通ね。ちょっとエンブレムやりたいね、エンブレムで踊る。いきます。レア役引きたかった。緑3人欲しい。 OK、 4人は来ない。OS からの、まあないや、ドロイム、OK、いきます、平均、なんぼだっけな、130ぐらいだったはず、OK、OK、ケイトちゃん、ありがとう、大事、よし、上げます、パネルを上げます、引きます。ここを超えます。なんでし、このデンジャーゾーンまず超えないといけない。デンジャーゾーン、うー、なんで波が出ないの。し、赤開けて、赤、あ、そう、上げ、ここで上げて次落としたら意味ないよ。あ、もう全然波が出ないんだって。そんないつごよくリプレイ引ける？引ける。引けてる。おーカモン。引けるかな。オッケー。来ました。ゾンビー来ました。100あれ。まあこれこことここだけど後ろまで行けば熱いね。じゃあ前半がしょぼいんで継続に。期待して、まあ、せめて、よしよし、50までは行きたい。レア役引きたいね。でもここで早くとかじゃないわ。もう今頭がおかしくなってるわ。あー、超えられない。35、 OK、 OK、 ようやくデンジャーでナビ出た。
やばい、またデンジャー、結構上げてるよ、結構パネル上げてるよ、よし、結構頑張ってるけどまだゲーム数がね少ないんだよ。いやちょっと頑張って、やばい、よし、昇格ばかりしていく、昇格ばかりしていく、もったいないこれ落としたら本当に。ちょっとよし耐え、よし右、やばい、あーそこじゃない、そこじゃない、よし耐え、息も耐えない、ナイスレイク、あー今日レイクではない、よかろう、暑いんだけどな、このパネルの強さ、うわー落とした、めちゃめちゃパネル頑張ったのに平均届かずでした、110、まあ、3桁乗ったからいいでしょう、でもちょっと悔しい、不完全燃焼、あーくそー悔しい、おいっす、ミシェルちゃん協調最近引いていません、ナイスです、20、色変わんねー、大変よく頑張りました、ラスト1237枚、もう一声セットありました、謎セットあります、でゲーム数30、ね、ゲーム以内での強制継続セットである、 OK、 イーグル飛んできた2は飛んでくるのがいいけど1はでも、OK、 うまい、ナイスすぎる、赤気合入る、うわ乗せはできてなかったけどナイス延命でした、えい、いくぞい、3回目、青2人、うわデフォルトっすね、継続かな、50ゲーム上乗せしたと思いました、イエイ、上乗せ頑張れ、また最後のチャンス、来た、20、プレープください、もらえない、ラスト1542枚、リンボー素晴らしい、いきます、さすがにね、さあドリカム頑張ろう、ここに見つかったらダメよ、絶対目合ってんだけどねこれね、超えろ、うわ見つかった、 34% きついやろ、34%でしょ、まあ、赤の穴の時に3つ目引きました、 AT に入ります、入りません、もったいない、あ、いやだ、何はともあれ素晴らしい結果でした、2500枚だからだいたい1700枚800枚ぐらい枚数はプラスになりましたね、まあ、もちろんあの、まあ、ここ緑であればだいたい3、4まで連れていかれるけど、まあ、引き続きこの子とここでね後半の方も打っていきたいと思います、頑張ると、はい、中間報告です、今戻ってきてくるっと見てきたんですけれども、まず現状私が今 2500FG ぐらい
いただいておりますよという感じでございまして、鏡ね、真ん中の台が引きが強くてすっごい出てたんですけど4500ぐらい出ておりました。あとは後ろの、まあ、初当てるカバネに取れてるんですけど、出玉面でいうとその隣にある寝台のアイスボーンが2000円藤井ぐらい持っておりました。現状はその真ん中の鏡の4500ぐらいが一応最高値かなといったところでございます。私もまだまだ神 FG 目指せるところにいると思いますので、後半も似たような展開、それ以上の展開を目指して頑張ってまいります。ちゃはい、じゃあ、今手持ちが2522枚ありました。まあ、ゼリカム抜け後なんで天井が334ゲーム、まあ、大体そこまでいくけど、まあ、たまに手前で当たることもある、頑張っていこう。あら、一気に2人、3人倒した。ただマダラがまだいるんだよな。おい、次回予告早かった。334まで行きませんでした、ね。タッチしてね。いや、別にまた出てきてくれてありがとう。なんぼだったかな。上のゲーム数リセットされてないんだよな。240ぐらいです。220何歩から全長始まったから250いかんぐらいかな。50か、赤刺しましょう。2乗です。もう1台もね、出て2乗は出てました。お、2までいった。お、今日初のチャンスゾーン、ほやっとしててこぼしたトランクがありました。よー、一発目。ラブフォースは 40% って言われてるけど、私はラブ 20% ぐらいです。あー、下パネ消えました。いただきました。よいしょーい、ラッキー、パーフェクトパーディー。60ゲーム早かった。なかなかなーなかなかなーなかなかなー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 、こんどこか、シャトルステージとか全然いかないな。楽って頑張れ。うー、フィールドグッときた。あー、よいしょ。おい、気持ちいい。ジャクチャから入った。気持ちよすぎた、原爆。ちょっと最終ゲーム、アメリカンドリーム。よし、頑張るぞ。やばい、このままでは駆け抜けてしまう。いいよ、リードロック2段階、もう1回お願い。あー、よし、まあいいけど。あー、ちょっとね、1画目出そうかな。いや、気持ちいい。あ、待って、私この演出初めて入れました、この台で、この強パターン
恥ずかしい、カバネル打ってる人に見られてる。そろったー、よいしょ、やれました、今日やれる日です、イエーイ。鏡やってる人にピースしたぞ。さあもう一回、気持ちいい、レインボーですから。あのね、私まだこの台でレインボー引いたことなかったんです。今日やりました。何回ループするか、これ2回目、1回ループ目ね、いきます。あ、緊張する。こういうのはね、あの継続のパーセントを頭から1回消した方がいい、意識しちゃうとダメだから。あ、もうすでに怖い、すでに怖い。あ、 OK、 大丈夫、怖い。ループ2回目、はい、夜は君のもの、最高。3回、何本乗りますかね。ヒヒヒヒ、ホットショット、あ、ホットショットって言わなかった。7回、いや、まだがちょっとレインボーにしたら物足りないかもしれんけど、ゲーム数はラスト262になりました。素晴らしい。ああ、メジャーリーグはやめて、パパ、はい、大丈夫です。いや、ディスクももらっちゃいました。よいしょー、絶頂とはいかない、あおインクレデュー、信じられない。いや、今日はグッドロッキングガイがすごく優しくしてくれるな。ギャラクティカのおかげかもしれん、本当。ずっとあのエポ通行の愛を見ついてばっかりだったけど、今日ちょっと帰ってきてるわ。いやいや、ああああああ、よいしょ、息のいい愛が出ちゃった。ミジゲーム。ラスト。おっと、レアク。トランクか。次のゲームで引きたかったね、これね。いきます。はい。わかる。へい。へい。へい。ああ、ベルナビ。いきます。画面が見えないよってね。ドリーム、ありがとうございます。もうすぐお誕生日ってことでゴッドもらいました。いきます、超理想。あ、やっぱりやばいやっぱり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 、下手くそ。下手くそ。普通に継続した方がゲーム数多いだろう。多分今まで一番最低のゲーム数なんですけど、もう40だとここクールも言ってくれないですね。ゲーム数に応じてエクセレントとか言うんですけど、何も言ってくれなかった。40ゲームってあっという間。そう、悔しいな。1163枚、2乗出た以外はデフォルト画面しか出ないですね。もうちょいあのナダチカの画面が出てくれないとちょっと不安になるんですが、さあ裏モードいきます。私はプレミアを拝みたい、いきます。演出発生、とりあえず演出発生を目指す。トリカム下手ね。はい、引き戻せず、ということで持ちコインが今3300。
50枚ぐらいお持ちです。素晴らしい、頑張りました。やれますようにっと、よいしょ、うん、枚数は取れた、枚数は取れた、はい、ダメでした。ここで刺してピークでやめたかったんですが、時間的に実際の回し入れですかね。鏡はちょっと映してみますね。3000ぴったり、3000枚ぴったり回収でした。よかったということで、大回収でございましたので、まあ、あとは周りの様子を合わせてエンディングの方でお話しします。3000枚ふーってことで無事に大勝ちいたしました。挙動的な部分はちょっと結構 AT 消化時間が長かったんで、設定差のあるところだったりモード推測っていうあんまりできなかったんでよくわかりません。2以上が出たので2から6までのどこかです。はい、状況ですね。真ん中の鏡がすごいって中間でも言ってたんですけど、あのあともうちょい伸びて、5000 FG 超えという感じでございまして、私は、神 FG を取れず、そして同じ列だったので同じ機種、負けましたということで、鬼 FG も取れず、まあ、勝ったのでよし、激 FG いただきました、イエーイ FG という感じでございます。はい、その鏡の 5000 FG が今日のこのホールさんの神 FG で、他に出てた台としてはモンハンのアイスボーンが割と3台とも良くてですね、昨日良かった台も引き続き出てましたし、3500 FG ぐらい行ってました。はい、あとはバイオの R1 の稼働にが設定ちょっとありそうな感じで推移してたので、まあまだ FG 届いてないけどこれからどんどん伸びていくだろうなという台でございました。はい、そんな中で私は3000枚ぴったりできたので満足でございます。やっぱギャラクティカしか勝たんな。ピラミはギャラクティカに出て、生活を潤わしていこうかなと思いますので、またオファー待っております。見てくださる皆さんも、最後までどうもありがとうございました。よかったらコメントと高評価の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ピラミでした。バイバーイ。セクシーチェックビー。